どうもお疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義はですね、プライドと結果ですかね、こちらの方についてお話ししようかと思いますけども、まあ商売やるのにプライドはねいらないとかね、商売人としてのプライドもでとかね、まあプライドって言葉はねいろんな時に便利に使われるわけですけども、まあビジネスやってて何が一番プライドを失うかっていうと、今日の売り上げがゼロの時じゃないかなと思うんですよ。まあそれこそね、売り上げのためだったら何でもするぐらいの金繰り捨てる気持ちがなければまあやってらないのかなと思いますよね。だからそれがね、プライドを捨てるプライドを持てってことなのかなと思うんですよ。で昔ね、まあ、私麻雀やってた時期があるんですけども、その麻雀をやってる人の中でものすごく有名な逸話があるんですよ。それはですね、麻雀強くなりたいなと思って修行していた若者がですね、どうやって勝てばいいのか誰に教わっても分かんなかったんですよ。で誰と戦って勝っても負けてもどうやったら強くなるのか分からないと。でしまいにはこう言うんですよね、もう神様と、俺麻雀の強さを教えてくれと、この雑草を食って強くなるって言うんだったらこの雑草を食うぜって、雑草を食い始めるんですよね。でそれがね、お正月の1月1日のことで、で一緒に麻雀をやってた人がちょうど通りかかった時にね、おなんだあいつ正月早々草食ってるぞってからね通り過ぎるんですけどね、まあそういう気持ちなんでしょうね。まあこれはね、ほんと結構有名な話なんで多くの方がご存知じゃないかなと思うんですけどもね、まあもちろん麻雀にかかってる人に限りますけど、うん、確かにね、なんか自分が問題解決できるんだったら何でもするぜみたいな気持ち、つまり今日の売り上げのためだったら何でもするぜみたいなね、まあよく営業マンがこれが売れなかったらもう会社に帰れないんですとね、土下座をしながら営業を取るみたいな話があったりもしますけども、まあああいう気持ちに近いのかなと思いますよね。であとはね、商品売れるまでね、お得意様の庭先にもう3日3晩土下座をしてずっとね不動だったみたいなね、まあ、そんな昭和のドラマみたいなものもありますけども、でビジネスするときに、いわゆるね大切にしないといけないプライドっていうのは誰かのお役に立てたかどうかってことじゃないですかね。で結局商売しててなんで商品が売れないかっていうと、多分売るまでのセールスまでの問題解決をしていないんじゃないかなと思うんですよ。で人ってのは自分の問題解決ができるためにはお金は払うんですよね。で問題解決ができるかどうかわからないものに対してはお金を払わないんですよ。だから結果的に問題解決ができなかったとしても、商品買うまでにその商品なりね、商品を説明する営業マンのことを信頼できるかどうかが鍵になると思いますんで、そこまでやってくれるんだったら信頼できるよねっていうふうに響くようなことをしていけばいいのかなと思うんですよ。まあ、例えばね、返信がインターネットだったら早いとかね、それからメールでちょっと質問したらすごく丁寧に動画が返ってきたとかね、考えてみれば当たり前のことなんですけどもね、人の不安を取り除いて商品買っても私がいるから大丈夫ですよとかね、サポートは切らすことがありませんよとかね、そういったことなのかなと思います。まあ、その中で、まあ、ナミさんもそうですけども、吉谷さんとかね、こう日々常に動画更新してらっしゃるじゃないですか。だからまあ存在がすごく明らかなんですよね。まあ、そういったところもリアリティにつながって信頼につながって商品が売れるポイントになるんじゃないかなと思いますよね。ということでね、商品が売れない方はまずは自分の顔や名前を隠そうとしてるんじゃないかなってことがいつも私は気になるんですよ。商売するものね、売る人がね姿を隠して何かを売ろうなんてのはちょっとね、まあ近未来的だなと思いますよね。いずれそうなるでしょうけども、いずれ誰が売ってるか分からなくても商品を買うみたいなねことにはなると思います。例えばアマゾンやメルカリって相手の人がどんな人か分かんなくても買うじゃないですか。それはアマゾンやメルカリっていうフィルタリングがあるから信用できるわけなんですよ。でもね、いきなり知らない人が現れてきて顔も名前も隠してね、手だけが出てきてこれ買ってくださいって言ったら気持ち悪くて多分買わないと思うんですよ。それこそコンビニや牛丼屋だって名前や顔を晒してね、名札つけて商売やってるわけじゃないですか。でも私たちはね、そこで誰が接客をしたか、誰が牛丼を持ってくれたかなんて覚えてないですよね。覚えてないけども、でも逆に名札をつけてない人とか顔を隠してる人のいる店ではやっぱり商品買おうとか食べようと思わないですよね。まあそういったことをいろいろ考えていくと見えてくるヒントがあるんじゃなかろうかと思います。それでは、いらっしゃい。